こうなることは分かってたはずなのに。でもお前の力に頼るしかなくて。アルミ、お前はどうして逃げないんだよ。巨人。それ以上近づいてみろ。こいつを奪われるくらいなら殺すからよ。なんだこいつ、目の周りに巨人化の跡が。獣の巨人化。お前がエレン・イエガーか。ダメだ、こいつだけでも。全然親父と似てないな。何？信じてほしい。俺はお前の理解者だ。俺たちはあの父親の被害者。お前は父親に洗脳されている。父さん。おい、嘘だろ。ここまで追ってきやがった。分かったよ、リヴァイ。痛み分けて手を打とう。ベルトルト、悪いが、お前はここまでらしい。エレン、いつかお前を救い出してやるからな。逃げた。